皆さんこんにちは、ドクター清です。今回はハゲに関する動画です。男性の皆さん、最近おでこが広がってきたりとか、つむじ周りが広がってきたりしませんか？僕自身もですね、最近もう毛がどんどん細くなってきて、抜け毛も多いし、おでこも広がってきてるし、地肌が透けてるんですよね。必死に抗ってるんですけど、今日はそんな同志たちを救うためにですね、ハゲ治療に関して詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回はこのホワイトボードを使って詳しく説明していきたいと思います。AGA とは何か？ AGA とはアンドロジネティックアロペシア。アンドロゲンっていうのは男性ホルモンの総称ですね。ジネティックでアンドロゲンが原因の脱毛症のことを AGA と言いますね。髪の毛のヘアサイクルっていうところから話させていただきますと、髪の毛には成長期と対抗期と休止期っていう3つのフェーズがあるんですね。成長期ってニョキニョキとですね、毛根が発達して毛が伸びてきます。対抗期っていうのは毛根がだんだん痩せてきてですね、髪の毛がポロッと抜け落ちる時期。休止期っていうのは次の発毛に備えて休んでる時期ですね。1週2年から6年間で回ってます。女性とかで髪の毛長い人って腰まで荒れていますよね。だいたい1ヶ月1センチ伸びるとすると60センチの髪の毛で5年間って考えると、腰ぐらいまで伸びると自然にですね抜け落ちちゃう。このサイクルはだいたい15週から20週ぐらいと言われてます。5年で1サイクルとすると 5×20 で100年間ですね。寿命一生分ぐらいは髪の毛って生え続ける計算なんですけど、女性の方ではね80代90代ふさふさの方いっぱいいると思うんですけど、男性の場合はどうしてもアンドロゲン、男性ホルモンの原因で30代40代から早い人はもう薄毛になってきますよね。どうしてアンドロゲンが薄毛引き起こすかと言いますと、アンドロゲンの中の男性ホルモンですね、テストステロンってものが5アルファリダクターゼというものによってですね、ヒドロ基質がテストステロンにつくことによってジヒドロテストステロンともになるんですね。ジヒドロテストステロンというのがいわゆる悪玉男性ホルモンと言われるもので、いわゆるおじさんになるような原因になるものですよね。ジヒドロテストステロンがアンドロゲン受容体というものにくっつくことによって AGA が進行していくんですね。どん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 成長期が短くなってしまうんですね。進行してくると1周2年から6年のヘアサイクルが半年から1年まで短くなってしまうわけです。ちょっと生えたらすぐ抜けてを繰り返しちゃうんですね。 AGA の方は経験あると思うんですけど、だんだんとですね、太い長い抜け毛なく細くて柔らかい短い毛が抜けるようになってくると思うんです。毛が太くなる前に抜けてしまうと。でもですね、サイクルの上限っていうのはもう決まってるわけです。15週から20週ですよね。なのでどんどん寿命に向かってですね、ぐる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 ヘアサイクルが回ってしまって切り急いじゃってるわけですよね。完全にですね、ヘアサイクルが上限まで行ってしまうと、その毛根は死んじゃって、そこからはもう生えてきません。 AGA 治療っていうのはこのサイクルが上限まで行く前にサイクルをゆっくりに戻してあげて、今を迎えてしまうと、植毛とかカツラしかなくなってしまいますから、リミットがあるわけです。どうやって治療していくかですけども、一番最初に始めるのはフィナステルってお薬。プロペシアとかそういう名前でもね、有名ですよね。5アルファ還元酵素を阻害するんですね。阻害することによって、テストステロンが抜け毛の原因になるジヒドロテストステロンになるのを防いでくれるわけです。フィナステリドはどっちかといえば AGA の進行を防ぐ薬、守りの薬ですよね。何から始めるか悩んでる方は、まずこちらから始めていただくといいかもしれません。もう一つ有名な薬、ミノキシルという薬ですね。イアップとかね、そういった商品の、概要成分としても入っている薬ですね。毛根に行く血管を太くさせてですね、血流を多くすることによって、毛根は栄養を運びやすくする薬。毛根でですね、成長因子の分泌を促す働きもあるんですね。ミノキシル、フィナステリドに加えて、ビタミン剤と髪の毛の原材料となる亜鉛とかリジン、そういったものをサプリメントになっていただくのも重要です。副作用が皆さん気になる方も多いと思うんですよね。フィナステリド、男性機能障害を気にされる方いらっしゃいます。どうしてかというとですね、男性ホルモンに作用するので、陰茎萎縮とか、勃起不全、不妊とかいろんなリスクあるはするんですけど、フィナステリドが阻害する5アルファ還元酵素っていうのは、2型のみなんですね。前頭部とか、生え際、頭頂部、あとは前立腺に多く分布しています。2型のみを阻害するフィナステリドで、そういったですね、不妊とかになる可能性低いんですね。最近出たお薬で、デュタステリド、ダカーロってものがあるんです。5アルファ還元酵素の1型も一緒に阻害してくれるんですね。1型っていうのはもう全身に広く分布しているので、両方阻害するデュタステリドの方が効果が高いとは言われてます。ただ、男性機能障害の安くはなってますね。デュタステリドの方がフィナステリドで有効かと言われると一概にそうとは言いづらくて、デュタステリドは患者さんのためというかは製薬会社の利益のために作られたという側面もありますから、ファーストチョイスはこれで間違いないと思います。続いてミノキシル、AGA のガイドライン、推奨度は低いです。推奨度っていうのは A から D の4段階であるんですけど、推奨度 D、やめた方がいいと言われてます。でも実際には多くのクリニックでミノキシル内服が推奨されていて、効果が出てる方もほとんど、僕も飲んでますし、すごく有効な薬だと思います。なんで D かというと、効かないというよりかは、手深くなるような副作用が目立っていて、有効性よりも副作用を示すエビデンスが多いせいで D になってしまっている。効果があるのは間違いないことなので、これは絶対飲んだ方がいいと思いますね。副作用はタモイが何があるかという血管を拡張するので、血性心不全といってですね、心臓にですね、血液が流れ込みすぎちゃって、心臓に負荷がかかって、心臓が水溜まりになっちゃうといったリスクがあることはあります。心臓に障害になる方とか、そういった方っていうのは飲まない方がいい。飲むにしても主治医の診断を仰いだ方がいいので、気軽に飲むにはちょっとハードルが高いかもしれません。まず予防したい方は、こちらから。フィナステリドだけだと症状がなかなか収まらない方は、早速薬、ミノキシルも追加していただきたいんですけども、飲み薬で副作用出ちゃった方、女性の方とかで、手袋がどうしてもなった方は、外用薬もあります。ミノキシル外用、こちらはですね、AGA ガイドラインだと、推奨 A です。ベタベタするとか、ちょっと匂いが気になる。そういった意見もありますけども、リスクがほぼなくですね、AGA の治療を行えるのでメリットは高い。
効果は絶対内服に劣ります。ミノキシルっていうのはそれ自体ではまだ活性を持たないんですね。ここにサルフェート基と言われる硫酸基がつくことによってミノキシルは活性を持ちます。サルフェート基化される場所っていうのが体内では肝臓か外毛根症細胞アウタールートシースと言われる場所によってミノキシルは活性化されます。どういうことかというと、内服によって消化管から肝臓に移行する段階でサルフェート化されるか、あるいは外用薬がここまで進行しないと活性化しないわけですよね。打ったものが膀胱まで浸透するかと言われると微妙ですよね。なので外用薬っていうのは安全だけどもミノキシルが活性化しないことがあるので効果はちょっと劣ると。ベストな治療というのはメソセラピーですよね。頭皮に薬剤を導入する治療全般を言います。うちではですねダーマペンと注射2種類を行っているんですけども、膀胱に直接ミノキシルを成長因子そのまま注入してあげる。成長因子は膀胱の細胞の分裂を促してくるんですね。注射によってですねミノキシルを膀胱に直接注入しますと外毛根症細胞に直接届きますから、ミノキシルが全て活性化してですね副作用なく発毛作用を期待できる。メソセラピーってのはメリットの高い有効な治療と言います。ただ値段が高いのがネックではあるので、ご自身の予算とご相談ではありますね。うちはドクターが行う手打ちのメソセラピーとナースさんが行うダーペンによるメソセラピーで分けています。手打ちのメソであれば気になる部分の毛根を狙って僕は一箇所一箇所注入していきますから、かなり効果高いけれどもありますよね。ダーペンによるメソセラピーっていうのはミノキシルの薬液を塗り込みながらダーペンをウィーンと当てていくと。ただの概要とは全然違ってですね、ミノキシルが活性化する可能性が高いので効果は高いと言えます。まあ組み合わせて治療を行っていくことが有効と言えます。治療としてはですね、水薬と塗り薬、メソセラピーという3つに大きく分かれます。男性の場合は内服はフィナステリド、ミノキシル、栄養素。フィナステリドが守りの薬、これ以上の進行を防いだりとか、抜け毛が増えるのを防ぐ薬。ミノキシルっていうのがより発毛を促進してですね、毛を生やす薬。栄養素、髪の毛の原材料となる栄養ですね。ほとんどの外用ってのはね、ミノキシル。中にはね、フィナステリドが入ってる外用薬もありはします。外用の場合は、ミノキシル、そういった副作用がない分。使いやすいけども、ちょっと有効性も落ちてしまいますよね。あくまで内服の補助として使うメソセラピーですよね。効果も出したいけど、副作用も欲しくない。メソセラピーというのが絶対おすすめです。セラピーというのは、頭皮に薬剤を導入する治療ほど全般ですけども、強力に促進していく効果がありますね。月に一度の人でいいと思いますね。本当にライトの方は概要だけ。もっとしっかりやりたい方は内服。もっとしっかりやらないと大変な方っていうのは、全部やっていただいた方がいいと思います。僕自身ですね、自分の薬悩んでまして、フィナステリド1錠、フィナステリドも1錠、ミノキシルは 7.5mg を飲んでますね。飲まないとどん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 進行していくので、しっかり治療してます。あとはクリニックでメソセラピーもやってますし、外用もね、毎晩寝る前に使ってます。亜鉛とかも当然飲んでます。フルでやって、今ぐらいなのもしかしてやってなかったら、今頃もうね、お嬢さんになってるかもしれません。自分も AGA 悩んでるので、すごく勉強して詳しいですし、AGA クリニックで院長をやって、まあ僕は相当詳しくなったんですけど、ただ、大手チェーンの AGA クリニックっていうのは、全然関係ない科の先生がアルバイトでやってることが多いんですね。なので、毎回行くたびに違うとか、先生たちも専門外のことをやってるので詳しくないんですね。聞いても的確なアドバイスがもらえないことがよくあるので、 AGA のことは AGA 専門クリニックに行くというよりかは常勤で美容外科とかをしっかりやっていて、かつ AGA の歴もあるようなドクターの方が絶対におすすめですね。今回はですね、ハゲによるハゲのためのハゲの治療をご紹介いたしました。皆さんに伝えたくて自分の悩みを公開しておりますが、誰にも言えずに悩んでいる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。僕は自分も同じ悩みがあるからこそ親身で治療できると思いますので、ぜひ一度無料カウンセリングにお越しください。頭皮のマイクロスコープを用いた診断も無料で行っておりますので、自分の頭皮をしっかり見てみたい方は一度お越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん投稿していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いします。コメント欄で動画への感想や質問もどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。